終了。せーの、さあ始まりました、少量チャンネル。翔太です。りょうです。少量です。はい、というわけで、はい、今日は、久々に、数ヶ月に一度ある、暗闇放送です。その前にさ、その翔ちゃん鼻の下どうしたの？あ、みんな気になっちゃう？いや、気になるでしょう、それは。ですね、まあ、お酒をたくさん飲んで、酔っ払って、顔から怪我した感じ。転んじゃったんだよ。転んじゃってさ。いや、そうなんだよね。ちょっと記憶は曖昧だったんだけど、起きたら痛かったみたいな感じ。顔から転んだみたい。ねえ。俺もさ、なんか、転んだ後の翔太を見て、気づいた。転んでたんだって。顎ものところもね。そうなんだよね。まあ、皆さん、お酒にはお気をつけください。いや、本当に。2年前にね、俺も階段から酔っ払って落ちて、肋骨2本折ったから、皆さんお気をつけください。お気をつけください。はい。はい、というわけで、今日はですね、あのね、昼間話してたの。僕らのお子様がいたらいいなって。そうだね。話をしてたもんですから、未来の赤ちゃんに向けて、名前を決めていこうと思います。いいね。はい。というわけで、まあ、そのままよ。名前を決めていこうかなと。そうね。思ってますので。まあ、未来の子供に向けて。そう、妄想で妄想で膨らまして、膨らまして、現実級みたいな感じになったらいいかなと。ああ、確かに。はい。ということで、やっていこうと思います。はーい。ちょっと待って。なんか聞こえない？何？ひょうにょ。はい、というわけで、まあ僕らの赤ちゃんの名前を決めようと思うんですけども。将来の。そう。まあ、いないいないよ。今いないけど。そうね。まずさ、男の子、女の子があるじゃん。はい、男の子の名前、女の子の名前。どっちが行く？そうね。どっちも通用する名前がいいかもね。ああ、そうね。まあ、その子の未来もさ、わかんないしね。その子がね。確かに確かに。男の子でも女の子でもいける名前っていうのはすごくいいと思う。そうね。あの、僕から。あ、考えてんの？考えてますね。おー、そうなんだ。でもこれ、ツイッターとかで僕一回つぶやいたことあるかな。ああ、そうなの？まあ、僕が一番っていうか今食べたいものなんだけど。待って。食べたいものって。今俺が欲してるものなんだけど。ちょっと待って、子供の名前の話だよね。子供の名前。なんで食べたいものが出てくるの？好きだから。あ、自分の好きなものを。はい、好きなものをね。子供の名前にしたいっていうこと。おお、なるほど。じゃあちょっと聞かせてもらっていいですか。グローバルで生きていきたいっていうか、ちょっとカタカナでいこうかなと思ってて。ああ、はい、なるほどね。はい、コロッケ。え？え？コロッケ。コロッケ。コロッケ。終了。コロッケっていう名前？ああ。いや、可愛いとは思うけど、いや、熊本が生んだ有名モノマネ師じゃないのよ。コロッケさんね。いや、俺の出身が熊本っていうのもあるけど、いや、すごいいい名前だとは思うけど。いい名前だとは思うけど、違うんだよ。違うんだよ。大喜利じゃねえんだよ。って思ってるから。じゃあ、りょうさんの次。そうね。はい。なんだろうな。いや、でもね、やっぱり、そのさっきも言ってた、男の子でも、女の子でも共通する名前っていうことで、何がいいかなぁ。あー、わかった。何でしょう。どうぞ。でもこれはね、もうやっぱりさっき、翔太も言ってたけど、世界的にグローバルに活躍できる名前だと思う。大事に。ニュートラルっていう名前だ。新鮮ですね。ないよね。車の、あれ？いや、車なのかな？ N でしょ。N。え？意味は？で、ほら、どっちに向けるよ、みたいな。あ、そういうことか。いや、真面目に。進めるし、前にも進めるし、バックにも行けるし、みたいな。深いな。どっちにも行けますよ。深いです。あ、ほら、常にさ、ニュートラルの考えていて、どんな場面にも対応できる子になってほしいじゃん。なるほど。漢字どうかこうね。あ、新しいに、トラ、流れる、ニュートラル。いや、真面目にやれってば。でもかっこよくない？新しいトラ流れる。ニュートラ。まあ。いや、真面目にって、みんな思ってるから。ああ、そうだ、ね。真面目にやってよ。いや、自分だからね、最初にコロッケとか言い出す。いや、俺は本気だもん。え？俺本気。怖っ。終了。
でもね、うん、あの真面目な話をすると、はい、あのね、俺一文字、うん、漢字一文字とかの名前を、まあ、俺がすごく憧れるところがあるから、はい、自分の子供にはなんかそういう名前をつけたいなとかもある。例えば。例えばだけど、ほら翔太は翔太じゃん。翔太。翔太じゃん。俺も良一だからさ、良一じゃん。翔、うん、とかさ、良とかさ、かっこいいじゃん。かっこいい。そういう名前いいなと思う。なるほど、ね。うん。うん。なんかさ、楓とかよくない？楓くんとか楓ちゃんとか両方いけるっす。スラムダンクだ。あ、いたっけ？ルカワくんでしょ。あ、そうだっけ？うん、あ、いや、そういう名前。うん、そういう名前いいなと思う。なるほどね。あとね、まあ二文字でも勇気とかね。あ、なるほど。勇気は男の子でも女の子でもいけるっすさ。確かに。100% 勇気みたいなさ。なるほど。うん。ひょにょ。なんかね、ルイとかもいいよね。花沢ルイのルイとか、ね。いや、かっこいい。うん。あ、でもね、なんたらとっていう、あ、なんたらと、みたいな名前もよくない？うん、確かに。うん。かくなんたらと、いるじゃん。はやととかさ。うわ、かっこいいね。うん。いくととかさ。かっこいい。あれ？あ、うちの弟、甥っ子がね、ケントっていう名前なんだ。かっこくない？ケント。いいね、いいね。うん。あ、山崎ケントもそうか。ああ、そうね。うん、そう。うん、うん。そういう名前もね、なんか自分が憧れる。自分が憧れたからなんか、自分の子供にもそういうかっこいい名前とかつけたいなっていうのもあるけど。そうね。竹財輝之助の顔真似して。ん？竹財輝之助の顔真似して。どうした？なるほどね。いやー、花粉やばくない？え、そんな話にすんの？もう目がかへん。いや、もう、真面目に話そう。うん。はい。翔太はさ、はい。まあ、コロッケはさておきさ。コロッケさんはさておき。はい。うん。コロッケさん。コロッケさんと貫禄がありすぎてさ。コロッケさんの話をしてたわけじゃない。真面目に、うん、なんかどういう名前がいいなとか。そうだね。生まれてきた子が、うん、まあ、性別が途中で変わるかもしれないし、うんうんうん、とかなることもあるかもしれないから、うん、その場合のためにも、うん。どっちでも使えるような名前がいいかなと思ってて、うん、わかんないけどさ、子供の可能性ってすごいじゃん、うん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 、きっと、うんうん、いろんなところで、うん、どこで目が出るかわかんないし、名前ってすごい重要な気がする。確かに。だからさ、やっぱりもし自分たちのね、子供ができたりとかさ、うんうん、子育てができるっていう状況になったら、もうしっかり考えたよね。うん。そうだね。いろいろ生命判断とかもさ、ああ、するする。したい。するする。かな、うん、わかんないけど、別に信じてるわけじゃないんだけど、なんかそういうのも。いや、大事大事。あった方がいいのかなとか、ね。あった方がいいと思う。終了。まあ、そんな感じで、うん、今回は、うん、いいかな。そうだね。うん。なんか最近ね、はい、なんかよく言うよね、子供欲しいねって。ああ、そうだね。まだまだね、自分たちがそんなにしっかりしてるわけでもないけど、うん、漠然と子供ができたらどういう生活になるんだろうとか、楽しいことがあるんだろうとかいうのをちょこちょこ考えることは増えた気がする。はい、うん、確かにそうだと思う。うん、はい、はい、というわけで、うん、今回は、はい、ここまでにしたいと思います。翔ちゃんの怪我が早く治ってほしいと思ってくれたらチャンネル登録と、早く治れって思ってくれたら高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。痛いの、ポン抜け。バサー。痛っ。絶対嘘じゃん。うわー。